It's time to face your opponent! Are you ready? Go! Yeah, what? Do you need to get どうやらここがレッドリボン軍の基地のようだな。ん？気づけろ。お前たちやはり来てしまったのか。16号、本当に16号だ。ひょっとしてお前昔の記憶があるんじゃないか。やっぱり俺たちのこと覚えてるんだな。それがどうした。どうしたって大事なことじゃないか。お前あの16号のままなんだろ。俺たちあの時一緒に戦った仲間じゃないか。なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ。なあ16号。答える必要はない。俺たちは、俺はお前と戦いたくないんだ。このおかしな波動とクローンたちを作るのをやめてくれれば。お前たちの意思は関係ない。来ないのならこちらから行くぞ。Brace yourself for the coming battle!おめえ、やっぱオラたちを本気で倒す気なかったんだな。殺気を全く感じなかったし、バレバレだぞ。悟空の言う通りだ。
16号が好きで戦っていたとは思えない。もし本心では軍に従いたくないなら、俺たちもう一度仲間になれる。すまないが、俺は軍を離れることはできない。奴を放っておいたら、いずれ。奴？ああ、今のレッドリボン軍を指揮している人造人間、21号だ。人造人間21号？俺は21号の指示に従って動いてきた。だが21号の人格はどんどん凶暴になり、暴走を始めている。俺が軍から離れてしまっては。そうよね、軍から離れたらあいつは二度と目覚めないものね。あなたはさっきの21号。21号だって？こいつが？一体どういうことなんだ？この人が21号なら、なんでさっき18号をかばってくれたんだ？別にかばってないわ。あの時は戦うことを避けたかっただけ。まだ私の力は十分じゃないのに、あなたたちがセルと結託したら厄介だもの。それよりも16号、あなた随分姑息な真似をしてくれるわね。何のことだ？とぼけたって無駄よ。あなたがシステムを起動したのでしょ？そしてこいつらの力を引き出すため適合者をリンクさせた。だとしたら。あら、開き直るの？逆らうことが許されるとでも？私に逆らったらあいつがどうなるか、あなたはよくわかってるでしょ？一応まだかばうつもりはあるのね。でもそれももう無駄よ。あれは、あれが奴の真の姿ということか。あいつ人間じゃなかったんか。だから人造人間だって言ってただろ。短くない付き合いだったけれど、もう潮時みたいね。たとえ誰であろうか、私を邪魔する奴は許さない。恨むならろくな生活矯正もせずにあなたを作り直したあいつを恨むことね。16号、見ろ、こんなもの食らったら。待ってろ、今助けてやる。待って、クリリン、下がってろ。俺は見つけるね。クリキンの力貸してくれ。アメアメ、やったか。な、聞いていない。死ね。そんな、16号、せっかくまた会えたのに。16号のために泣いてくれるの？でもそんなに悲しまなくても大丈夫よ。今から美味しく食べてあげ。ちっ、さっきの攻撃の影響ね。どうした？オラたちを倒すんじゃねえんか。そうしたいのは山々だけど、今はその時じゃないみたいね。待て、なんで16号を破壊したんだ？仲間じゃなかったのか。
私に逆らった当然の報いよ。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でももういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。クソガキみたいなこと言いやがって。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。ん？待て！逃がさねえぞ。悟空！行くぞクリリン。放っておいては損もなくのやつも危険だ。力を引き出せてないのにここまでのスピードが出るんだ。でも残念、今あなたを食べるわけにはいかないの。せっかくならもっと力を引き出せるようになってからじゃないとね。しまった、おやすみなさい。いい加減に起きるの。ようやく目覚めたか。おお、私のことを知っているのか。まあ、地球人で私のことを知らない奴もそうはいないか。そんなことより貴様は一体何者だ。七海の人間の精神がなぜ私の中に。詳しい話は後だ。今は奴と戦うことを考えろ。あなたひょっとして孫悟空にリンクしていた。そっか、さっきの衝撃でここまで飛ばされちゃったのね。まあいいわ、あなたがリンクしているなら少しは狩りを楽しめるかしら。思った通り、あなたがリンクすると強くなる。あなたごと食べちゃった方が美味しそうだけど、それよりもっと美味しそうな孫悟空にリンクし直してもらうべき。ああ、もう迷っちゃう。やむを得ん、一旦引くぞ。しまった、逃げられちゃった。
の体力の消耗具合、多分そう長くリンクは持たないわね。セル、いくら逃げても無駄よ。あなたのことも美味しく食べてやるんだから。どういうことだ。この間とは明らかにパワーが違う。この星のエネルギー源などたかが知れているというのに、まさかあのクローンたち、ただの戦力ではなかったということか。いずれにせよ、早く回復を。また悟空の体に戻ってきたんだな。そうか、いらん心配をかけさせやがって。オラんとこに戻ってくるまでおめえ何してたんだ。セルって、あのセルとリンクしてたんか。は、なんでまたそんな奴のところに。こいつのことだ。また意図せずリンクしてしまったのだろう。無事に戻ってきたんだし、いいじゃねえか。けどさ、セルが生きてるってことは、敵は21号だけじゃないってことだぜ。いずれにせよ、今は21号を倒すことを最優先に考えるべきだろう。ああ、弱ったな。あいつ、まだパワーが十分じゃねえって言ってたけど、まだ強くなるんか。菓子なんか食ったって腹膨れねえし、力も出ねえだろうにな。やつの食の好みなど知らん。それよりどこまで強くなるかが問題だ。もうここで言い合っていても何も変わらないでしょ。あんたたちお得意の木とかでさっさと21号を探して倒しなさいよ。そうしたいところなんですけど、さっきから木探ってんだけどよ、全然見つかんねえんだ。おそらく21号はセルのようにコントロールして木を抑えているのだろう。ま、すぐに見つかんねえもんは仕方ねえよな。まずはオラたちができることをすればいいさ。となるとまずはこっちの戦力を増やした方がいいな。ああ、まだ見つかっていない奴らを探し出すのが一番有効だろう。まったく、こんな時にベジータのやつどこ行っちゃったのよ。もうたく、いつもは偉そうなくせに肝心な時にいないんだから。まあまあ、ブルマさん、そう言わないで、きっとすぐに見つかりますよ。お、そうだ、リンクにも慣れてきたしよ、今ならベジータの木も見つけられっかもしんねえぞ。早速試してみっか。この木は間違えねえ、ベジータだ。本当？見つかったの？やるじゃない、ソン君。へへん、そんじゃ早速ベジータのやつを助けに行くとすっか。
ぜ。撃ってやっか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 っのクローンもいるのか。これじゃ自分自身との戦いだな。けどこのクローン、いつ頃の僕の細胞を使って作られたんだろう。老海王神様に力を引き出してもらった直後の僕だったら勝てるか微妙だな。できればZソードを引き抜く前であってほしい。それかこの前フリーザが来た時であれば助かるんだけど。聞いて答えてくれる雰囲気もないか。ここで一人で考えていても仕方ない。相手の実力は戦って見定めるとしよう。気を抜いてやられちゃわないように注意しないとな。
初めてか。そんなに構えることはねえさ。集中して相手をよく見てりゃ次に何すりゃいいか見えてくる。そうすりゃあとは体が勝手に反応すると思うぜ。それでもうまくいかねえときは、どうすりゃいいんだろうな。まあその時になって考えればいいか。ちゅうわけでこれからもよろしく頼むぞ。ベジータのやつ確かにこの辺りにいるはずなんだけどな。おい、あれ見ろ。ベジータ、あなたの命もこれまでですよ。いかん。あなたは、おやおや、皆さんお揃いのようですね。ですが惜しいことをしました。ベジータはあの女の餌になる前に処分しておきたかったのですが。あの女の餌？もっとも餌という意味ではあなたたち全員がそうなのですけど、いい機会です。ここで全員始末して差し上げましょう。お待ちください、フリーザ様。我々もお手伝いいたします。リクーム、パーカー、チーズ、リーダー、ゲニュー、みんなそっぱって、ゲニュー特戦隊、
相変わらずというか、なんというか。なあクリリン、あれ意味あんか？ま、まあいいでしょう。では全員まとめて始末するとしましょうか。Brace yourself for the coming battle. It's all or nothing. なるほど、セルが苦戦した理由が分かりましたよ。まさかここまで力を引き出すことができるとは。残念だったな、フリーザ。ここで始末されるのは貴様の方だ。今から貴様は消えてなくなるわけだが、その前に教えろ。おや、何です？俺たちがあの女の餌になるとはどういう意味だ？21号の目的は俺たちを倒すことではないのか？いいでしょう。私に前線したご褒美に教えてあげます。フリーザ様、こいつらに情報を与える必要は？いいではないですか。こうして恐怖心を煽ってやるのも一興です。あの女、あなたたちに合わせて21号と呼びますがね、21号は人間を捕食することで戦闘力を増強できるのです。何だって？主にお菓子に変えて食べるようですがね。まったくふざけたやつですよ。なるほど、そういうことだったのか。マジかよ、そんな方法で力を吸収するなんて。まるでセリアブーみてえなやつだな。だがそういうことなら、21号に捕食される前にこいつらを見つけられて幸運だったわけだ。バカなことを言わないでください。21号はおる、あなたたちにもやられるつもりはありません。逃げるつもりか、フリーザ。ニーニエさん、お任せください。グルド、金縛りの術だ。しまった。体が動かねえ。それでは皆さん、近いうちにお会いしましょう。俺が気を失っている間にそんなことがあったのか。だが、
隙をつかれてフリーザに逃げられるとは、貴様ら相変わらず詰めが甘いな。グルドの超能力のことはナメック星で戦って知っていただろうが。いや面目ない。ちょっとベジータ、あんまり偉そうなこと言うもんじゃないわよ。あんたなんかみんなが頑張ってる間グーしか寝てただけじゃない。まあ今は夫婦喧嘩してる場合じゃないっすよ。そんなことより21号に逃げられてからずいぶん時間が経っている。ああ、フリーザの話が本当ならかなりパワーアップしてるかもしれないぞ。そうよ、早いとこやっつけないとまずいんじゃないの。やっぱ21号の気が探れねえんだよな。その21号とやらがどれほど強くなろうと俺がぶっ潰してやるまでだ。やれやれ、カッコつけちゃって。言ってもよ、おめえずっと寝てたから21号のこと知らねえじゃねえか。パカルット、貴様は黙っていろ。ベジータ、自信があるのはいいが、21号と戦う前にリンクに慣れておけよ。今の俺たちはリンクをしないと力が出ないことを忘れるな。ふん、そんな戦い方は気に食わんな。波動の発生源がわからないのだから諦めろ。おいおい、喧嘩すんなって。それによベジータ、おめえがフリーザにやられそうになった時守ってくれたのはピッコロだぞ。自分の都合で勝手にやったことだろう。俺には関係のないことだ。ああそうだな。それに貴様に礼を言われても気持ちが悪いだけだ。なんだと？確かに気持ち悪いな。なあみんな、とりあえず今はさ、居場所の分かってる敵をなるべく倒しておかないか。21号が強い相手を捕食してこれ以上強くなるのを防ぐためにさ。確かにそうだな。クローンと戦うことでリンクの練習にもなるだろう。よりによってこの俺が他人の手を借りなければ戦えんとは。やむを得ん、今回だけだからな。